こんばんは。人間関係地獄絵図、広瀬文也です。今日は 久しぶりに曲を作ったので歌おうと思います。広瀬文也で最終回。広瀬美也で最終回でした。はい。YouTube のチャンネル登録者数がなんと500人いきました。イエーイ。いつも動画を見てくださっているあなたたちのおかげです。ありがとうございます。去年の9月18日からスタートして動画の投稿を始めて、1年経たずに500人を迎えることができました。この調子でいくと、来年の、1月でしょ？ 1 ヶ月分ぐらい早いでしょ？だから、来年の6月ぐらいには、まあ頑張って来年の僕の誕生日、5月27日までには、チャンネル登録者1000人いって、収益化といければいいですかね。そう、なんか、YouTube で広告収入を得るためには、チャンネル登録者数が1000人いくことと、1年間の、総再生時間が、4000時間を行くということが大事ですね。24万分ぐらいの数字ですね。それ今一応16万分ぐらいは、皆さんに再生していただいているので、まあ、どうなんだろうな。1年間でだから、また仕切り直しになるのかな。ちょっとそこがわかんないですけど。そう、それをクリアしないとまず収益化ができなくて、でも、1000人行けば、ライブ配信ができるんですね。iPhone、携帯で。なんかまあ、とりあえずそれができればいいかなと思っているので、まずはチャンネル登録者数1000人目指して、これからまた1年間頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ぜひ友達にもね、なんて言うんでしょう、広告？友達にも宣伝していただいて、で、それからこれを見ている楽器を弾いてない人にも、ぜひ、触ってほしいので、ギター、やってみてください。思ってるより簡単だと思うので。そう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 。なんか、ピアノで楽譜読めないとか、の人もいると思うんですけど、そう、楽譜読めなくても、形でまずは覚えられる楽器なので、いいと思います。なんか、リコーダーとか、息吹くの疲れちゃうみたいな人にもこうね、こう、手の動きだけで、音が奏でられるので、ギター、おすすめとなっております。ぜひ試してみてください。それじゃあまた明日。バイバイ。リクエストもちょっとずつやるので待ってます。